一番の問題はまあ、まず一番は3時の、生息行列 P があって、P が存在して何が生息かというと P の、10α01β000、これは何かというと競技の狭い意味での、階段行列の一つですね。これが形が同じだとしましょうか。でそしたら結論は何かというとこの α とか β までって等しくなっちゃうということです。まあ、簡単なんですよ本当は。それではこれを示しますと、まあ、要するに講演中でも示したんですけど、行列を行基本変形でこれ2つも競技の階段行列にしましょうか。でここのステップは各ステップは行基本変形なんですけど、この時A0 と A1 は等しくなっているという問題定理があるんですけど、その定理の簡単なバージョンの示すことになります。いいですか。それで、まず P を、P1、P2、P3 と別ベクトル表示しましょうか。そしたらですね、これなすぐ分かっちゃいまして、その100をかけるとこの100になりますから、で P の100が100ですね。でそうするとこれで P に100かけたら P1 ですから、 P1 が100です。もう一度言うと、だからこちらの100をかけたものが OP にかけたものがここに出てくるわけですから、それから次は分かんない P に、010をかけましょうか。でそしたらこれが010になりますね。でこれはだから010を P にかけたものがこの010に出ますから、まあ、したがってこれから簡単なんですけど、P2 がは100になります。でそれでじゃあアルファベータ0を P にかけたら、 P のアルファベータ0は、もう簡単でして、アルファ倍の P1 プラスベータ倍の P1 で、これはもう P1 が100で、P2 が、ごめんなさい、これ010だ、010なんで、これアルファベータの0になりまして、これがアルファダッシュベータダッシュ0に等しいわけですから、いいですか、 P アルファベータ0がアルファダッシュベータダッシュ0にいくというのは、ここのアルファベータ0を P にかけたらアルファダッシュベータダッシュ0にいくということですね。ですからこれが分かるのは、アルファイコールアルファダッシュベータイコールベータダッシュが分かります。これが前半の問題のです。で次の2番は1番の問題ではだいたい形が等しいわけなんですが、形が違っちゃったらもうそんなこと成立しないっていうことを示す例でして、 P の 10α01β001、 これはランクが2の場合なんですけど、これで例えばランクの2の例はもう一つ、これこんなのがありません、ね、こんなありますか。ランクが2の場合で違う、ここ0ですよ、すいません、
これを満たす生息行列がない生息行列 P が存在しない、これは問題です、これを示すことが問題なんですけど、それでどうするんだっけ、ちょっと待ってください。あ、それは簡単なんだな。で、さっきと同様に P の100が100ですから、もう一回どこに100かけたら100になるんですから、これが P1 は第1列は100になります。で、もう次すぐ出ちゃうんですけど、010をかけたら、α-00 になりますか、こうなりますね。こことこう等しくなっちゃいますね。で、ちなみにこんなのありえなくて、P の010をかけると、これが P2 が α-100 になります。これは何かというと、こう見ると、マイナスアルファダッシュの P1 プラス、なんだっけ、P2 が0ですね。ですから、P1 と P2 は、ごめんなさい、これ平行ですね。平行になっちゃいます。これ、ありえないですね。なぜかというと、ちょっとここはかなり飛んでるんですけど、まあ、別の言い方すると、ちょっと平行よりは PC イコール0を満たす、C ノット0が存在するってことね。で、それは例えばマイナスアルファダッシュ10ですね。これは例えばマイナスアルファダッシュ10ですね。こうなりますね。これ0ベクトル、1入ってますから0ベクトルないですね。ですから、そうすると、これだったら生息、この時P は生息でありえないですね。これで、これが証明です。平行というのはあまり気にしない。まあ、同じことなんですかね。もしもこうで、ちょっと注意すると、もう一回戻って注意すると、P が生息だったら PC イコール0から0イコール C が0に従いますね。それ頭に入れておきましょう。まあ、この問題は以上です。